私はもともと心理カウンセラーをしておりまして、はい、そちらの方に来られていたクライアントさんたちの継続した支援をしていきたいなというふうにずっと思っておりました。でちょうどクラウドファンディングをさせていただく機会がありまして、そちらでこういうお仕事をね継続してやっていきたい方とかいろんな方がいらっしゃるってことが分かりまして、この今未来というこの事業所で就労継続支援事業所っていって先生の方を主に扱っているんですけれども、その事業所をやっています。そして働き方としてはセミナーの講師の方もしておりますし、そしてカウンセリングを ここの心として3つの柱でやっております。薬師寺さんの記事をいただきましてリメイクの方をさせていただいておりまして、はい、まあ、最初はシュシュから始まってね、はい、こういうサコッシュ作り、はい、カチューシャでエコバッグ、はい、で今はこういうコサージュの方のこういうところですね、こういうのを作らせていただいたり、まあ、今度またくるみボタンですとかね、こういうアクセサリー類の方も作らせていただくことになっています。アクシーさんの記事の中で特に、はい、バラにアクシーさんというとバラっていうところでね、はい、バラにの生地をできるだけ使いまして、そしてボタンもこれはアクシーズのお洋服についていたボタンを取ってありましたものをつけて、またこのレースも全てアクシーズのついていたレースを届きまして作るっていう形で作っております。私すごくアクシーズが大好きで、はい、もうアクシーズの服すごく持ってるんですけれども、はい、その大好きなお洋服をやっぱり解体しなきゃいけないっていうのが最初すごくね辛かったんですよ。だからもうできるだけ生かしていきたいなっていうところで、はい、もう裏地とかももちろんアクシーズの裏地も全部こんな風に使ってますし、はい、あとこういうボタンとかも全部別々にして取っておくようにして、でも本当に細かいこういうところもね使えるようにっていうことで使っています。うん、そこが一番広かなと思うんですけれども、はい、じゃあもう無駄なく、そうです、はい、無駄なくもうですっごい綺麗なところとか可愛いところがいっぱいあるので、はい、そういうところを使ってプリムとかを作ったりとか、はい、あれはすっごい大変だったんですよ、はい、もうこだわりすぎてしまってもう、はい、どうしていいかわからないぐらいお花いっぱいつけたりとかね、はい、してしまって、どんどんなんかね、はい、すごくなっていくみたいな、はい、素敵でしたよね、うん、あれね、そうなんですでもねこだわりすぎてしまって皆さんもちょっとやりすぎてしまうので、はい、うん、プリムに関しては、はいはい、それぐらいみんな大このアクシーズが大好きで、はい、その大好きな木と一緒にねお仕事できるっていうのはすごく、はい、ありがたいです。